皆さん、私は今セビリア郊外のコリアデルリオという町を訪ねています。ここにはすごいものがあります。皆さんご覧ください。ここにハセクラツネナガの像があります。この海から渡ってきた川を見下ろす形でここに大きな像が刀を2本刺して立ってます。その後ろには鳥居があります。ここはスペインとの交流という伊達政宗の命を受けて使わされた長谷倉常長率いる使節団のいくらかの人々が日本に帰らずに居残った町なんです。でこの川から船で上がってきて、もう少し行ったらセビリアの町なんですけれども、セビリアの町に停泊する許可がまだ出てなかったので、このコリアデリオって一歩手前のところに泊まって待ってたんですね。でここの道のことが未来世界パセオ・ラス・エンバハダ・ケイチョウといって、ケイチョウ使節団の名前を取ってこの道の名前がついています。皆さんこんにちは、ピアニストの松村美恵です。今日はセビリアに住む日本人ピアニストとして皆さんに面白い話をシェアしたいと思います。皆さんは今から400年ほど前に伊達政宗がスペイン国王との交流を図るために長谷倉常長が率いる使節団を送ったことをご存知でしょうか。1年かけて海を渡ってアメリカの方に渡って、また海を渡ってとうとうヨーロッパ大陸に来た、スペインまで到達したっていう1年がかりの大きな旅をしたので、彼がここにスペインに到着したのは1614年なんですけれども、その長谷倉常長の銅像が今紹介したすぐセビリア郊外のコリアデルリオという町にあります。でこの話は結構日本の普通の人も耳にしたことがあるなっていうぐらい有名になってきているんですけれども、私もハポンさんという人をたくさん知っていて、今では600人以上ものハポンという名字を持った人がいるそうです。それでここのコリアデリオの町に行くと結構日本語でたくさんの表示があったりとかしてすごく面白いんですけれども、でこの人たちはハポンという名前であることをすごく誇りに思っています。ハポンさんの話はいろいろ出ていて、5年ぐらい前に書かれた、まず初めに伊達政宗のセビリアの書状という本があるんですね。これはラファエル・アバ・ヘスース・サン・ベルナルディーノという方が書いたもので、これ最後にこのオリジナルの伊達政宗の書いた手紙が写真で載ってるんですけれども、これちょっと黒くなってるのは金箔が剥がれて、和紙に、綺麗な和紙に金箔が貼ってあって、ついてるところもあるんですけれども、剥がれたのでちょっと黒くなってるんですけれども、オリジナルの写真です。で、この本の次に5年後ぐらいに、つい一昨日の晩に出版されて記念の会があったので、それに行ってきたんですけど、これがむちゃくちゃ面白いんです。題名は1882年のスペインに来た日本の使節団という名前で、副題が知られざる友好の古い友好の発見っていう本なんですね。で、その400年前に長谷倉常長がやってきて、そしてスペインに国王に会ったり、ローマ法王にまで会いに行ったりとか、すごく大きな旅をしたんですけれども、そのことは結構知られているかなと思うんですけど、実はそのことはその当時はその後忘れられたんだそうです。というのも日本で南蛮船が入ることが禁止されたりとか、キリスト教の禁止もあったので、そのことはもう忘れられて誰も知らなかったんですけど、それから250年も後にこの表紙の3人ですね、飯田譲という外交官を筆頭に、大山綱助っていう人と田島正親というこの3人がセビリアに来たんですね。というかこの方はパリのフランスの外交官だったんですけれども、フランス、スペイン、ポルトガル、スイス
の外交官を後で命じられて、アンダルシアにも足を伸ばしてみようとこう回られたんだそうです。それでコルドバに行って、その次セビリアに行って、それが来たのが1882年の3月22日、つまり一昨日ですね。それに合わせて出版記念の会をその日にされたそうなんですけれども、初めは観光して、その次の23日に、市の、セビリア市のこう資料を保管してあるところに行ったんだそうです。そうすると、そこで見つけたのは、この伊達政宗が書いた手紙。で、このスペインでは当時、これ中国語だと思われてたそうです。それで、誰も読めなかったから。見たら、明らかに日本語、ひらがながいっぱいあるから、日本語だったんですね。で、この人たち3人は、まさか250年も前に、すでに日本人がこんなところに来て、交流を、友好を結ぼうと思って、手紙を持って来ていたなんて知らなかったので、びっくり仰天して、伊田さんは、こう手紙を読んで、あ、これは間違いなく本物だって言って、大騒ぎになったそうです。その手紙を見つけた話を書いたのがこの本です。で、著者の方はセビリア大学で教えてらっしゃるんですけれども、北海道にも北大に留学していて、8年ぐらい日本に住んでたことがあるそうなので、日本語喋れたんですけれども、この本は、こっちの本も両方とも、初めスペイン語で書いてあって、後半日本語でも書いてあるので、読めるんですけれども、最後にたくさん写真があって、これがまた興味深かったんですね。で、この写真っていうのは本当にその当時のセビリアの今でも繁華街であるセルペス通りにあるすごくその当時流行っていた写真館があったそうで、そこで撮ったもので、で、それまでは日本からの使節団っていうとみんな着物着たり刀刺して着物着て行ってたそうなんですけれども、これが初めてこういうふうに西洋風にコートを着てこうタイを結んでっていうふうにやったものだそうです。こんな昔の写真がちゃんとあるってすごいですよね。私としてはその時代にもう1年もかけてもう死ぬかもしれない旅に出て、ここにもう5年以上いたわけですよね。そういうことをやってその使命を全うするという心意気がすごくしびれましたね。やっぱり侍ですね。なので私も松村というのは侍の家だと聞いておりますので、このスペイン音楽、スペインの文化を皆さんに広げるこの心意気をもう一度再度腹をくくり直してやっていこうと思います。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。